はい、どうも、了解です。お願いします。はい、本日もベースマン大宮店に引き続き来ております。今回は軟式用の、特にプロモデルだったり店舗別注のグローブを紹介していこうと思います。でも、ここにずらーっと軟式を並んでるんですけれども、最近ローリングスさんが軟式用のプロモデルを大量に発売しました。それが並んでるんですよ。はい。で、特に気になったのはピッチャーをこの3つなんですけど、これが、秋山投手、阪神のブラウン系とキャメル系の今流行りの色をどっちも使ったグローブと、こちら中日の、福谷投手モデルで柄が入ってるんですよ。で、まあ、サックスの玉はみと藤川グローブで、これ折り返しないんですよ。こっちに入ってるんで、ピッチャー用だけど柔らかく使えるグローブです。そして最後がライアン小川投手のグローブですね。これすごいですね。はみ出しと減り側と紐の色が違うっていう。で、ここの刺繍の色も違うって、どんだけカラフルなんでピッチャー用で。感じのグローブですね。でかい。そして、ポズ方も特徴的だし。全部のグローブなんですけど、HOH のグローブとなってます。ローリングスの契約選手、あと外野手の方が多いんですよ。加藤選手、トレードで中日に移籍しました加藤選手のグローブと、ただいま売り出し中オリックス宗選手のグローブですね。めちゃくちゃでかいんですよ。黒のオレンジのグローブってあまり見ないなっていうのがあるのと、小指2本入れ仕様なので、もう最初から小指2本になってるので、かなり深く使えるグローブです。ここ最近でかな、ローリングスになりました糸井選手モデルのグローブです。これも最初から小指2本になってるので、まあ、しっかりと掴んで、マジで長いっす。これで甲子園入るだろうな。クリームにサックス紐に、これ赤ピンク赤かの玉はみ、ヘリ側で縫い糸もサックスです。呼吸面はブラックのグローブです。指股が入ってるグローブです。ポケットも大きくっていうような使い方ができるグローブです。僕が気になったのはもう一個ベッドなんですけど、源田選手はもう皆さん知ってると思うので、あとここですね。まず外野用から、これが元阪神タイガースの、赤星さんのモデルなんじゃないかっていう。カラーリングは一緒なので、もともと赤星選手モデルはここに星が結構入ってたんですけど、多分今もそのウェブも、まあ、ご本人が選手じゃないのでモデルとして出てないのであれなんですけど、カラーリング的には多分そうじゃないかなと思います。赤星さん自体は小柄な選手だったので、どちらかというと、まあ、これも小指2本で、まあ、大きめではあるんですけれども、なぜか手にフィットしやすい、手袋がちょっと小さめなのかなと、いったような、グローブになっています。で、あとはもうまあ見ないですよね、普通のお店じゃ。魂グローブですよ。提供魂グローブ、ちょっと開けていきます。はい、開けてみるとこんな感じですね。で、もう正直言うと多分買った源田選手モデルなんですよ。サイズとかはちょっとオーダー店舗別注なんて書いてないんですけれども、まあ多分、源田選手モデルだろうなと思いますね。ほぼほぼそうです。あ、違いを見つけました。ヒンジが1本入ってます。源田選手はここないはずなんで、杉谷選手モデルは入ってるといったようなグローブで、より広く、まあ、源田選手モデルもそもそもが広いグローブなんですけど、より広く使うようなグローブですね。杉谷選手いろんなポジション守るんで、今は結構外野のイメージ多いですけれども、内野の時はサードとかもやってたのかな。なのでオールラウンドのグローブの作り、広くも使わなきゃいけないし、大きく深くも使わなきゃいけないっていうので、そうですね、大きい源田選手モデル、広い源田選手モデルにさらにちょっと広くしてるのかなと言ったような、あくまでちょっと僕の推測ではあるんですけど、グローブの型をしています。で、これ親指すごい効きやすいですね。立ってるのでこういう補助もしやすいのかなといったようなグローブですね。で、まあ配色もすごいかっこいいので、ぜひぜひちょっとご検討されてみてはいかがでしょうか。最後にスラッガーの
グローブなんですけれども、ちょっと僕よくわからないんですけど、お店の方に確認したらプロ選手と同じカラーリングで、ある一定の店舗に置かれている限定グローブ、ということで、他にあと4つあるんですけど、これだけ鳥谷選手っていうのは分かりました。ただこれが誰なのかな、鳥谷選手なのかな、ここが確か鳥谷選手折り返しハーフだった気がするんですけど、 T1 になってからハーフじゃなくなった気もするので、もしかしたら鳥谷選手だったかもしれないです。あんまりスラカーさんって店舗に限定グローブってあまり置くイメージないんですよ。ベンスマンさんってよくこういったカラーリングとスラッカーのグローブが置いてあったりするので、草野球人の方なんかはこういうグローブも使えるので、ブランドで入る配色をしているので、ぜひちょっとご検討されてみてはいかがでしょうか。はい、本日はベースマン大宮店で軟式グローブの、紹介をしてまいりました。で、特にプロモデルだったので、好きな選手のプロモデルが置いてあったよって方はぜひベースマンに来てそのグローブ、購入してみてはいかがでしょうか。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとして、ペサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、ね、そうそう多いと思うんだよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人1万人達成したら、そうです、オッケー。この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人か分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はいはいはい、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。知らなかったんですけど、こんなのありました。何これ、スーパースキンプロストックレザー、もう外国仕様っす、派手なグローブなんで、うん、ぜひどうでしょうかっていうのと、全く分かんない人気のグローブが見つかりました。時代を感じるけど、そんなことないんだよね。うん、このラベルですから、ソフトボール、ソフトボール、ああ、なんかこれ、いや普通に指輪です。これ指輪って、ソフトボールユーザーの方も来たら困んないと思います、ね、女性用とかもあるし。